道路標識、マーマラホアハイウェイがある、ハワイ州道19号線上から、ハワイ州道250号線の起点を見る、ハワイベルトロードは、アメリカ合衆国ハワイ州の最大の島である、ハワイ島にある道路で、海岸線に沿って島を一周している。以前は、マーマラホアハイウェイと呼ばれた道で、カメハメハ大王の頃に建設開始したと言われている。現在では、 修道として次のように構成されているハワイ島の主要都市、特に東西二つの都市、広とカイリアコナを結ぶ道路となっている。これらとは別に最近ハワイ修道200号線が整備されて2都市を結ぶ最短路線の一部になっている。ハワイ島東部の広ではハワイ湾へ向かうバニードライブの起点で北へ向かうハワイ修道19号線は 海岸通りのカメハメハーベニューと呼ばれ、南へ向かうハワイ州道11号線は、カノエレフアーベニューと呼ばれ、プリンスクヒオプラザなどのショッピングセンターがある。ハワイ島西部のカイルアコナでは、ハワイベルトロードを構成するハワイ州道11号線の、ごく一部と、ハワイ州道19号線のカイルアコナから、コナ国際空港を通りカワイハイまでは広く、改修されて、 カーフマヌ女王を記念するクイーンカーフマヌハイウェイと呼ばれている。これは、コナ国際空港からカイルアコナへ至る、およびサウスコハラ地区の各種リゾートホテルへ至る主要道路である。また毎年トライアスロンのアイアンマン世界選手権大会の自転車競技は、この道路を主に利用している。ありがとうございます。